皆さんこんにちは。琵琶湖ガイドの長谷川浩二です。琵琶湖のガイドを24年間やらさせていただいております。そして今はルアーブランドのボレアスの代表、あとはダイワという釣り具メーカーのプロスタッフなどもやらさせていただいております。このチャンネルではバスフィッシングに関する皆様のお役に立つような情報を発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。今回は私のインスタグラムがあるんですけれども、そちらのインスタグラムの方に質問を、募りました。どういう質問かというと、バスボートに関して何か質問ありませんかというちょっと、大体なご質問なんですけれども、そこにですねコメントをいくつかいただいたので、その質問に対して、YouTube の動画でお答えしたいと思います。このね、インスタグラム、長谷川浩二っていうインスタグラムのアカウントの中のコメント欄では、質問に対して軽く返信はしたんですけれども、もう少し文章ではこう伝えにくいことをこの動画の方で返信していきたいと思います。バスボートに関してのご質問ですね。まずですね、1個目が「ポッコで荒れた時のバスボートの操船の仕方教えてください」ました。で、返信ではですね、この YouTube のチャンネルの中に「バスボート荒れたらこう走れ」「琵琶湖」っていう動画を公開してますので、そちらをご覧いただくと少し分かると思います。琵琶湖の中でもホッコっていうエリアは非常に荒れるので、経験のある人ほどその荒れた時の怖さっていうのを知ってて、出れば出るほど荒れた時のことを考えると、なかなかこう遠くに行くのか行かないのかっていうのが、シビアな選択肢になるとは思うんですけれど、もともと僕の場合非常にちっちゃい船で琵琶湖ホッコを結構広い範囲動いてたので、回避エリアですね、こう風向きによって、波あれを回避できるエリアっていう場所のでき方を、体感的に知ってたので、小さい船だからこそより早くこう大きく荒れる前に移動するっていうことを結構長い期間、体感してきたんで、バスボートに変わった時っていうのは、その小さいボートで移動してきた感覚で移動すると、そこまでこう、小さいボートに比べてそこまでこう大変じゃないというのがあったんで、そういう面で言うと荒れた時の走り方っていうよりかは、まずその荒れてない場所、荒れてないルートを見つけて移動するというのがすごい大事になってくるんで、その後に生かし方なく荒れた場所を通るときに、荒れた中の操船方法というのがあるんですけど、操船方法プラスその荒れた時にどっち方向に進むかっていうのがすごい大事になってくるんで、どうしてもね、荒れると、慌てて、出発点に戻ろうとして目的地まで一直線に向かって移動してしまうっていうことが、に陥りがちなんですけど、そうじゃなくてですね、向こうが目的地だとしたら、遠回りをして風浦エリアを通って遠回りをして、距離的には遠回りをして帰るっていうのがすごい大事になってくるので、それをとにかく覚えるっていうことがすごい大事になってくるかな。実際距離的にはすごい遠回りなんですけど、時間的には圧倒的に荒れてないところを通っていくんで、早いですし、センターへのダメージも少ないし、人間に対してのこの恐怖心とかダメージも少ないので、もうそれはもう圧倒的、回避して目的地に戻る、そういう感覚を身につけるのがすごい大事だと思います。他の人のコメントを見ました。琵琶湖でなど荒れた際の運転方法が知りたいです。この方も同じような質問なんで、今みたいなどう守るといいと思います。続いて、バスボートを買うと年間維持費ってどれぐらいかかりますかという質問なんですけど、基本的にかかるのが、大体のボート、大体の人が、マリーナ、駐艇場にボートを保管すると思うので、その駐艇場の保管料ですね、多少金額差があるんですけど、大体1フィート1万円年間っていう感じですかね。なので20フィートだと20万円、15フィートだと15万円年間かかるのがそのぐらいかな。もう少し、安いところだと、7000円とか、そのぐらいのところもあるので、そうすると20フィートで14万円、それがこう年間にかかる、まずバスボートを置いておくお金ですね。まず最低それがかかるということと、大体そのマリーナから釣りをするときに船を出してもらうのに1回3000円ぐらい、2000円から3000円ぐらいかかるのが普通ですね。で、ガソリン、あとはバスボートの時のガソリンですね。でバスボートの燃費っていうのが、大体リッター 1.5 から 2.5 までいかないぐらいだと思うので、大体、この僕が中継している石塚マリンさんから、沖ノ島っていうところまで行って帰ってくると、大体往復で距離が20キロぐらいになるので、それでガソリンが大体10から15リッター使うと。特に、ベタ投げの状態でそれなので、特に荒れてしまうと、もう少しガソリンを使うかなと。で、マリーナでガソリンを入れる時っていうのは大体廃屋の一択しかないので、ガソリンスタンドよりも少しちょっと値段が高いので、1リットル180円とか、200円ぐらいまでいくところもあるのかななるので、大体そのぐらい走って15から20リットル使うとガソリン代が大体3500円から4000円と。でそれに上げ下ろしのお金が3000円だとすると、それで7000円から7500円で、あとマリーナによっていろいろパターンがあるんですけど、バッテリーの充電代がいくらっていうふうに決まってたりするので、バッテリーの充電代は大体バッテリー1個につき500円前後だと思います。と考えると1回の出店でかかるお金が6000円から1万円ぐらい、ガソリンをどれだけ使ったかによってそこは前後すると思うんですけど、そのぐらいがかかると、大体そのぐらいが維持費になってくると思います。あとはですね、やっぱりこの壊れた時にかかる修理代になるんで、それはもう壊れなければいらないし、例えばエンジンみたいなものが壊れてしまうと、50万とか下手したら乗せ替えてなると100万以上のお金がかかってしまうと、そういったところが、ちょっとこう固定ではない維持費になってくる感じかな。おそらく普通にちょっと無理してボートを買ってしまうと維持費っていうのは結構かかるんで、しっかりその維持費がどれくらいかかるかまで考えて、バスボートは購入を考えた方がいいかなと思います。大体そのぐらいですね、かかる費用は。バスボートに乗っていて一番やばかった瞬間やトラブルを教えてくださいという質問なんですけど、そうですね、やっぱり激荒れですね。でもともと僕は非常にちっちゃい12フィートのボートからガイドを始めて、その後17フィート、19フィート、20フィート、22フィートってだんだんバスボートを大きくしていったんですけど、やっぱり、19フィート弱ぐらいのボートに乗って大の大人を3人その状態に乗った。それで、北の真ん中ですごい大荒れになった時に帰れねえんじゃねえかなって思ったことは1回ありますね。それはどんぐらいすごかったかっていうと、すごい大きなうねりが来て、走ることができないんで、アイドリングで一生懸命こう風上に向かって、進もうとしてるんですけど、波がうねりがどんどんこう来て、バスボートがどんどんこういうふうに上がっていった後、もうこのままひっくり返るかなって思うぐらい波が来たんで、バスボートどうなるんだろうなと思ったら、このままこう来てこうはひっくり返らずに、こうなった時に船がこう倒れてこう180度、後ろ向きになるっていう状態になったことがあって、その時はさすがにちょっと怖かったですね。それはでも1回ぐらいかな。普通だったら10分か15分で帰れるところを、その時は多分2時間半ぐらいかけて帰った方がいいかありますね。それはあれがやっぱり一番怖いですね。あと、いろんなトラブルが起こるんで、例えばこのバスボートのスロットル、前進と後進があるんですけど、前進に入らなくなってしまって後進にしか入らないと、なので、近くのこの漁港までひたすらバックで行くっていう。でバスボートをバックで走らすとそんなスピード出ないんですけど、ふかしてちょっとでも早く進もうと思うと、もう水がこうものすごい勢いでこうバスボートに入ってきたりとか、なかなかそのバックでそういうふうに進むことはないんで、あとそのバックでこう進むのがすごい大変で、すごい長い距離をバックで移動して、全身入らなくなった時はバックで移動してマリーナまで、近くのマリーナまでこう避難したっていうことはありますね。そのぐらいかな。小さいトラブルっていうのはすごいあるんですけど、大体そんなのがパッと思い出すのはそんなもんですね。一番やばかった瞬間はやっぱりでも激荒れ、その激荒れは今でもちょっと怖かったなと思いますね。船がねやっぱり20フィートとか22フィートぐらいになってくるとたのと、まあ、昔よりは今経験があるんで、まあ、今そういった場合はかなりこうその時みたいにはならないとは思いますけどね、まあ、それが一番怖かったです。他の方と同じく荒れたホッコの操船を教えていただきたいです。他のギャンブラーのため特にラフウォーターに弱くホッコが怖いですって言いますね。確かにホッコは、荒れたら怖いです。まあ、まずは動画を見ていただきたいと思います。小型船舶の免許は必要ですかって書いてありますね。まあ、今免許不要艇っていうものがあるので、確かに僕の覚えだと 1.2 メートル以下のボートに2馬力以下っていうのが不要艇なのかな。それ以上のボート、まあ、ほとんどのボートが免許がいるってことですね。 1.2 メートル以下っていうと、まあ、本当に OK みたいな感じになるので、琵琶湖で使うボートに関してはほぼ免許はいると思います。まあ、2日あれば取れるので、まあ、ボートに乗りたいと思ったらレンタルボートとかもあるんで免許さえ取りに行けば乗れるので、まあ、2日間ぐらいで取れちゃうので、乗りたい方はぜひ取ってみたらどうかと思います。最大速度を教えてくださいってことですね。バスボートの最大速度、そうですね、これコメントではだいたい時速120キロ前後ですって書いてたんですけど、速いボートだとね130キロ以上出るボートとかもあるんですけど、そのボートの世界で100キロオーバーって100キロを超えるで出る船ってそんなに溺れは多くないと思って、バスボートはかなりそういう意味では速く走る船の部類に入ると思います。で車の100キロとか120キロと体感が全然違うんで、まあ、実際に乗るとものすごく速く感じると思います。まあ、初めて乗った人だと、まあ、大体60キロ70キロぐらいでもうめちゃくちゃ速いって思うぐらいの体感速度がありますね。なので、まあ、120キロ超えたぐらいのバスボートでの体感速度っていうのは相当速く感じます。まあそのぐらいが最大速度ですね。次はアメ車は左ハンドルに対してバスボートは右ハンドルなのはなぜでしょうかって書いてあるんですけど、これ僕調べたわけじゃないんですけど、バスボート乗ってて思うのは、ボートっていうのはそのタイヤじゃなくてエンジンのペラの回転で進んでるんですけど、そのペラの回転方向が決まっているので、その回転方向に対してボートのバランス、人が乗った重量のバランスを保つために右にあると思います。どっちかというとボートっていうのは、左に傾きやすいので、それはペラの回転方向の関係で左に傾きやすいので、なるべく重心を1人の時に右側に持っていくためにアメ車なのに、まあ、右ハンドルになってるんだと思います。まあ、バスボート乗ってもらうと分かるんですけどね、左に持ってかれる感じがすると思います。まあ、トリムの調整とかによっても特にとか、まあ、あと人の乗り方によっても変わるんですけど、基本は左に持ってかれる。なんで基本的には右と左とハンドルの切れ方も違います。続いて、チャンピオンからレンジャーに変えたのはなぜですか。アルミ製のバスボート90馬力ぐらいでホッコの釣りはキャパ足りないですか。所有したいとずっと思っているんですがミスれないので足踏みしてしまって、長谷川さんのガイドの近代です。チャンピオンからレンジャーに変えたのは、まあ、ずっと長いことチャンピオンボートに乗ってたんですけども、チャンピオン、まあ、途中からまあストラトスとか名前変わったりしてるんですけど、船の形っていうかベースはずっとチャンピオンのボートで続いてたものを乗ってましたね。1234回4艇乗り継いでるんですけど、チャンピオンボートっていうのが一旦なくなってしまって、ボートの乗り換えのタイミングでチャンピオンの選択肢が新艇で買う場合にはなくなってしまったので、そのタイミングで、まあ、チャンピオン以外でって考えた時にレンジャーを選択しました。全然バスボートに乗ったことがなかった時とか、ボートを持てなかったり、20歳ぐらいの時にバスボートに乗りたいっていう気持ちとか、まあ、バスボートにその一緒の間に乗ろうって決めてたのがあって、その時に決めてたのはレンジャーって決めてたので、ただそのいろいろな実際ボートを乗る経験があった時にチャンピオンにたどり着いてしまったんだけど、一番最初のそのまあ、バスプロットに憧れたりとか、アメリカのバスに憧れた時に乗りたいなと、まあ、いつかはレンジャーって思ってたことがあったんで、まあ、そういう意味では一旦レンジャーに乗るきっかけがたまたまそういうのに回ってきて、昔行ってたいつかレンジャーっていうボートに乗れたなっていう満足感は今すごいありますね。そういう意味でチャンピオンからレンジャーに変えました。アルミ製のバスボート90馬力でホッコの釣りはキャパ足りないですかってあるんですが、やっぱり荒れるフィールドでアルミボートっていうのはね、基本金属疲労で船が割れてしまうので、あまりおすすめしないですね。やっぱり FRP がいいです。リザーバーとかね、そういう小さいフィールドで波が起きない、波当たりのないフィールドならアルミボートの方がいいかなと思うんですけど、琵琶湖はどうしてもやっぱ荒れた時が多いんで、アルミボートだと、やっぱり乗り方にもよるんですけど、ある程度の年数が来た時に、船の耐久性がもうなくなってしまって、金属疲労で割れてしまうっていうことが起こると思うので、アルミ製はちょっと避けた方がいいかなと思います。最近やっぱ昔アルミボート結構多かったんですけど、そういうことがあって、琵琶湖でアルミボートを見る機会っていうのがものすごい減りましたね。そういう意味でもみんなやっぱりそれを経験して、やっぱ今 FRP の人が増えたんだと思います。大体これで質問来たのに対してこれでおしまいですね。はい、ちょっと思いついて質問を募集してみたんですけど、バスボートに関して、まだまだ質問があれば全然お答えさせていただきますし、なかなかそのボートを買うときに参考にする場所っていうのがあるようでないようで、またその見方、人それぞれの見方によって全然多分購入するにあたったりとか、乗って維持していくときとか結構差があると思うんでね、僕なりの意見として、質問にお答えしたいなと思うので、この動画のねコメント欄でもいいので、コメントいただけたらと思います。そしたらまたそれに答えたような動画とかを作っていけたらなと思うので、ぜひお待ちしております。はい、今回は、じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。この動画、役に立ったなと思ったり、また、他の動画もいっぱいあるので見てみたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた。